ロブは漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では197番目に置かれる。塩漢地、ロジは塩を産出する、西方内陸部の塩漢地を意味する。東方すなわち沿岸部の塩漢地を、と言い,い、西方すなわち内陸部の塩漢地を、ロと呼んだ。説問開示は具体的な地名として安定軍路権を挙げている。 また引き伸ばして、そこから算出される、塩自体を指すようにもなり、これを、エンドとも言う。四季箇所クレッツ伝に、三島は、火炎を食し、山西は、塩炉を食すという記述がある。また、路地には、路房という熟語で大雑把な様子を表す意味があり、さらに、矢倉に通じて大きな盾に通じて略奪するといった意味がある。その字型について、説問開示は、 正方の塩感知であることから、西寺の省略型から構成されると強引な解釈をしている。甲骨文字など小文字では区切られた四つの空間の中に点がある形であり、塩の形にかたどるといった説、塩をさらう、竹かごの形にかたどるといった説、塩を持った器にかたどるといった説などがあるが、どの説も区画中央の点が塩を表しているとする。 変貌のイフとしては塩に関することを示す。なお、塩という常用漢字は、円字の省略型による異体字であり、口部分がロに当たった。ロブはこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。中国の漢化字では、を用い、点をなくした字に簡略化している。ロ、ありがとうございます。